ご飯の会場、今からご飯を食べに行きますよ。昨夜ゆいちゃんはぬいぐるみをレストランに忘れて帰りました。ぬいぐるみは椅子に座らせます。ウィンナーだからホットドッグにできる。めいちゃん、めいちゃん。なぜかお箸とスプーンを見つめるめいちゃん。めいちゃん、一緒に回ろう。あ、めいちゃん。ビニール手袋がないの。スクランブルエッグだね。どうしたの？今日のめいちゃんの朝ごはん。ママあそこいる？メガネかけてるからわかんない。パン、これ温められた？え？パン温めてないよ。あ、温めなかったんだ。うちはただいま。ここには牛乳のコップを置きたかったみたいです。日本だ。日本の国旗だ。ワンちゃん持ってきてもらえると思ったゆいちゃん。いただきます。ブロッコリー食べてみる。今日ブロッコリー頑張って食べてみます。ゆいちゃん野菜食べだって。おお、あぶねえ。お願いします。すげすげだ。なんかだ、ちょっと見て、ホットドッグ。これあるよ。それは飴玉。なんかすごい。さっき飴玉って人が飴玉、うどんに飴玉を入れたら食べづらいよ。ボリ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 。飴玉、それ美味しいの？飴玉違うよ。飴玉、それだけ食べたいの？私特製のね、飴玉だ。スープだわ。ちょっと米持ってきてくれ。米今気づいたんだけどさ、なんで私だけ、ユーグの名前になってんですか？ユーグの名前。なんで？コウコウ。アミ。アミ。ユイ。アメ玉だけ食べたの？ユイちゃん。こんなの肩に悪いよ。それはダメだよ。油、ロモ食ってるだけ。一緒に食べないと。かわいい。はい、パパ、変わります。はい。これアミ。あれ？ニューニュー。なんで箸3本？あ、飲み物持ってこなかった。
挟んで食べたかったんだけど。じゃあ言ってみたら、これバターロールのパンはありますか。切ってあったから。めいちゃんチーズあるよ。あみちゃんもチーズあるよ。チーズ、うん、9時半からすぐプール入れるよ。おいしい。食べるんだけどね、天井のとこまで飛ぼうとするとね、ガニツキってなっちゃうの。美味しい。だけど食べないの。ちゃんと俺の歯も使いなさい。サバ、照り焼き、みーちゃん食べてみる？いける。みーちゃんは食べてみる？鮭とかもあった。うん。あー。どう、めいちゃん。おいしい。おいしい。はい。こっちは鮭。食べたかよ。すごい感じかな。鮭はどうですか。ごめんね、その子ね、一回ね、誕生日になったらね、次の誕生日だけね、明日になるのよ。明日もね、ひろちゃんの誕生日になってんの。ねえ、誕生日プレゼント何になる。みんながそれ好きすぎて、みんなにあれ取り、これを取り合ったら大変だっちゃう。けどそれどこにあるのか教えて。いいよ、食べて。めっちゃんもやるの。はい、どうぞ。ケチャップ。はい、どうぞ。食べたくなったら食べてね。あっちおくん、パパ、おくん、おくん、なに、おくん、変な顔だね。全部、おくん、食べようってなって、あん、食べてから、絶対一番美味しいの。ありがとう。あとね、ブロッコリーも持ってきた。ブロッコリーはどう？ね、イタリアンドレッシングかければいくらでも食べれるんだ。イタリアンドレッシング美味しい。ほぼイタリアンドレッシングの味にして食べればいくらでも食べれる。それは逆に体に悪いのでおすすめできません。ママの気持ちが分かってもらえましたか。あとこの耳もあげる。置いとくね。いくよ。待って、何になってよ。じゃあパン食べる。食べる、はい、お願いします。めちゃお願いします。ありがとう。めちゃしかいなくなっちゃう。おいしい。めちゃ、うん、暖かくなった少し。何取りに来たの？見に行ったの。見に行ったの？手袋して？うん。なんだ、ついでにママに煮物でも持ってきてくれるよ。みーちゃんちょっと届かないかな。うん、冷たくて。うまい、食べた。うまい。色がしない。さっき持ってきてたから、今取りに行けばサクサクじゃない？違うと思います。うん。じゃあ、もっと行ってみる。じゃあ、
ぱり無理だ。何が？ブロッコリー。ん？ブロッコリー。ブロッコリーに挑戦してみた。そうなの。それは残念だった。もっとチーズ食べる。帰ってきたらチーズ頼もうか。チーズ。でパパにチーズお知らせに行こうか。ベコ。あでもちょっとあと、うん、フルーツ美味しい。私お茶昨日食べた。すごいね。うん、あとはお茶もめっちゃいっぱいだもんね。チーズ。パイナップル美味しい。美味しい。なんか白がオレンジの白みたいで美味しい。ちょっと食べたら。あと食べてないの。すくったつもりで口につく。おいしい。めいちゃん、なんか交通安全人形みたいになってる。めいちゃんがパパのお膝で食べています。座り方が。そうなんだね。僕知らないよ。赤は、一番そうじゃないね、隣だね。黄色は、バナナ。黄色は注意、でも止まるんだよ。ちょっと冷凍は止まるんだよ。引いてる。バナナパパどうしたの。青は、そらねえねえ、そんなのさ、そんなこと言う人、ただのおばかさんだよ。ゆうちゃん知らない？バナナなんて言う人、おばかさん。あの知ってるけど。知ってる？警察官の人、お耳を取れてくる。もう、腹話術って言ったら警察官だよね。警察官以外で腹話術なんか見る機会ないよ。警察官になると腹話術。お姉さんたちはね、公務員になったのに腹話術やらせられてるんだよ。なんでいいじゃん、腹話術がやりたくて警察官になった人もいるかもしれないし。即採用じゃない。地域の安全に貢献したい人とか。あれ一国道も実は警察官だったかもしれないし。そんなわけない。はい、パパ、飲むヨーグルト。飲むヨーグルトになってる。フルーツ風味の飲むヨーグルト。わぁ。フルーツ入ってる飲むヨーグルト。パパ、お腹空いた。うん、まだあったね。ねえねえ、あ、お腹いっぱい。ねえねえ、ゆいちゃん、ゆいちゃん。あ、ちょっと、シロちゃん、カンガルーみたいな。ここについてればいいんだよ。ここについてたら。グーしか出ねえじゃん。私はパオだったの。そう、パオなんだ。勝てたら明日。いいことも起こるわ。ハワイアンズにお泊まりできるかもよ。そっちかよ。今から着替えてハワイアンズに行こうと思います。ハワイアンズに行こうと思います。Yes, yes, yes.
ちなみにここは普通のお部屋です。